はい、エルカチャンネルのショーです。ゆうかです。どうもです。なんか今顔死んでるね。眠いです。困ったもんだな。さあ、今回の動画なんですけど、オラのライバルがですね、できまして、この間動画上げてたのですけど、見られましたかね。見たよ、ちゃんと見ました、うん、AKB の倉野なるみちゃんですね、が南阿蘇の観光 PR 大使になったそうです。いやいや、俺いるし、震災以降観光大使になってるから、かっこ非公式で、倉野なるみちゃんが南阿蘇 PR 用の動画があるんですけど、撮ります撮っていきます。決してパクリでもなく、真似っこしてるわけでもないので、たまたま構図がもしかしたら一緒になるところもあるかもしれません。紹介したい部分っていうのはね、一緒だったりするんで、もしかしたらあれ、これなるみちゃんの方になかったみたいな、あったろうみたいな部分があるかもしれないんですけど、エルカチャンネルオリジナルでございますので、よろしく。で、あなたはどっちを向いてるんですか。こらこらちゃんとこっち見ときなさいよいや、多いなと思って。いや、多いよ。今ですね、いるのが遊ぼうの里釘野です。何回か来たことありますかね。あるよ、2回ほどありますよね、うん、ここに今います。言ってももう7月の終わりで、夏休み中。ああ、そうだ、夏休みだですね。ただまあ平日なんで言うほどは多くないんですけど、それでもやっぱり2、30代はいるんじゃないんでしょうか。さあ、ということで南阿蘇のPR の動画を撮っていきたいと思います。ほら、こっちに顔向いて。くっそ、誰があの、運動不足の人きついね。きついよで、今ねー、しまったと思ったって、あの、俺かこっちで肥やして撮っとった方が面白い絵が撮れたなと思って。だいぶ暑いがね。暑いよ。さあ、少し涼しみましょう。ですね。あれすごいね、なんかちょっとこう気持ち的にどうですか。なんかこういうとこ来ると、まあいいですね。天気いいよね、うん、目の前にめっちゃ雲の巣あるから。まあそこはまあ自然のあれからね。いやーですね、少しは涼しんだってない。涼しみましたか。まあ多少は。多少は。風が吹くと気持ちよかったかな。気持ちいい。いやー、でもさすが夏休みですね。多いね。子供多いね。しかも子供元気いいな。子供元気がいい。
さ、白水高原駅ですよ。日本一名前の長い南阿蘇、水の生まれる里、白水高原駅ですよ。はい、お昼にしましょうか。よしよ。ねえ、早く食べてよ。え？早く食べてよ。ねえ、待ってるんだから早く食べてよ。そのままで行くんだろう？どうですか？本当。ただ残念なこと言っていい？多分これカットだ。いや別にいい。いや、むしろカットしてない。はい、ということで、はい、PR の動画撮りました、はい、いやでも本当暑かったですね。暑かったねえ。そして何でしょうか、やっぱりちっちゃい子とか子供がそれなりにいたんですよ、いろんなところで。夏休みだからね。はい、だからその子供がですね、なぜかこっちをずっと見てるんですよ。撮影してたらね、うん、それですかね。でしょうね、うん、俺的にはキリト君の顔を見てじゃないかなと僕はず俺は思ってたんですけど、うん、そしたら子供泣くからね、うん、間違いなく俺じゃないとキリト君の方だと思う。一体子供泣かしたからね。ねえ、多分俺のこの髪型じゃないと思うんだ、うん、帽子かぶってたからね。でもさっきご飯食べてる時にずっとこっち女の子が見てたよ。そりゃ俺じゃないな。これかな。まあそういうことで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。